シルバン書面はフランスのアニメーション作家、映画監督、ベルビル・ランデブーの監督として知られている。フランス、メゾン・ラフィット氏に生まれる。高校では美術を専攻し1982年に卒業。1984年からは美術学校に入学し、1987年に卒業。在学中の1986年には彼の初のコミック作品。 シークレッツ・オブ・ザ・ドラゴンフライの作話を担当し、出版している。また在学中、ニコラド・クレシーと出会っている。1988年、リチャード・パードン・スタジオにてアニメーターとして、仕事をするためロンドンに移り住む。同年9月には、コマーシャル制作の自由契約業務を確立。プリンシパリティ、ルノー、スーイントン、スイス航空などの業務を行う。 1991年、彼の初めての短編アニメーション映画、老婦人と鳩の制作に取り掛かる。この作品の背景は、バンドでシネ作家となったニコラド・クレシーが手掛けた。1993年、SF コミックザ・ブリッジ・イン・マットの作画を担当。1994年、コミック・レオンナ・ケームのために作画を手掛ける。同作品は、ザッシスウィーブル・にて、 ニコラード・クレシーにより、作画、1995年に出版され、1996年には、ルネゴ・シニ賞を受賞している。1993年、署名は、カナダに移転。1995年から1996年に、かけて、老婦人とハトを仕上げる。この作品は、アヌシー国際アニメーション映画祭と、広島国際アニメーションフェスティバルの大賞を受賞し、 英国アカデミー賞の最優秀短編アニメ賞、カートゥーンドール、アンジェプレミエ・プランフェスティバルの観客賞と、審査員賞を受賞した。また、アカデミー賞の短編アニメーション部門賞にもノミネート、された。1997年、再び、ニコラド・クレシーと共に、コミック、レオンナ・ケームの第2巻レード・ポーブル・イ・マラドを出版。同作品は、アングレーム国際漫画祭において、 その年で最も優れた漫画作品とその作者に贈られるアルファアート最優秀コミック賞を受賞した。長編アニメーション映画作品ベルビル・ランデブーでは2003年のアカデミー賞にて長編アニメ賞オリジナル歌曲賞の2部門でノミネート、聴衆にその名を知らしめた。2004年頃、エディンバラにアニメーションスタジオジャンゴスタジオを創立。2016年は ザテールオブデスペロの制作に取り組んでいる。ありがとうございます。